ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーは2016年に公開されたアメリカ映画である。アメリカのスペース・オペラである、スター・ウォーズシリーズの実写映画本編を保管する、実写映画スピンオフ作品シリーズ、アンソロジーシリーズの第一作品目。それゆえに実写映画本編とは異なり、オープニングクロールが存在しない。監督のギャレス・エドワーズ曰くタイトルの、 ローグワンには三つの異なる意味が込められている。一つ目は、劇中で戦闘中に個人、または集団を指す軍隊でのコールサインとしての意味で、二つ目は、実写映画本編から逸脱するアンソロジーシリーズの第一作品目である本作自体がローグだという意味で、三つ目は、主人公のジン・アーソーをはじめとしたローグワンを構成する戦士たちもローグと呼べる。 物たちであるという意味である。物語の時系列は、スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望の直前にあたり、同作の冒頭でも触れられた、銀河帝国軍の宇宙要塞である初代デス・スターの、設計図の強奪任務を遂行した、反乱同盟軍の活躍が、同作の10分前まで描かれている。ジョン・ノールのアイデアをもとに、クリス・ワイツとトニー・ギルロイが脚本を執筆し、 ギャレス・エドワーズが監督を務めた。遠い昔、遥か彼方の銀河系で銀河全体を掌握しつつあった銀河帝国軍は究極兵器の初代デススターを完成させる。しかし、デススター開発の主要人物であるゲーレン・アーソは妻のライラ・アーソを殺害したオーソンクレニックをはじめとする帝国軍への復讐のため、デススターの重要情報を帝国軍のパイロットの ボーディールックに託して脱走させる。ボーディは惑星、ジェダで、判定国勢力、パルチザンを率いるゲイレンの窮地の中の戦士であるうゲレラに面会するが、長年の戦いで、疑心暗鬼に陥っていた僧には信用されず、拘束されてしまう。この情報を掴んだ反乱同盟軍は、ゲイレンの娘であるジン・アーソーを利用してうと接触を、図ろうとする。 彼女は幼少の頃に父と別れそうに引き取られていたが、数年前に彼と他元を分かった後に、ディアナ・ハリクと名乗る無法者となり、帝国軍に逮捕されていた。惑星、ウォバニで帝国軍の強制収容所へ向かうターボタンクで連行されていた彼女は、元帝国軍ドロイドの K-2SO や反乱軍兵士のメルシラに救出され、 ヤビン第四衛星の反乱軍基地でモンモスマ、議員から天末を説明され、反乱軍と過激な層の仲介役を務めるよう要請され、この役目を引き受ける。反乱軍のスパイであるキャシアン・アンドーと組んだジンは、層を探すためジェダの聖なる都である、ジェダシティへ行き、そこで、ウィルズの守護者のチアルート・イムウェと、元ウィルズの守護者のベイズ・マルバスに出会う。 4人は帝国軍とパルチザンの戦闘に巻き込まれ、その最中にキャシアンがパルチザンのメンバーを射殺したためパルチザンに拘束され、ウのアジトへ連行される。アジトでウと再会した人は、ボーディーが持ってきたゲーレンのメッセージを見る。ゲーレンはデススター開発に協力するふりをして構造に致命的な弱点を仕込み、その弱点を記した設計図のデータは、 帝国軍の建築物データが収集されている惑星スカリフにあることを伝える。その一方、帝国軍はデススターのプロジェクトの保安責任者となっていたクレニック長官の指揮のもと、ゼダシティをスーパーレーザーの死者の標的にしていた。シングルリアクターでの出力のため、通常より低威力の砲撃であったにもかかわらず、聖なる、といった意は完全に破壊される。 ンたち4人と解放されたボーディは、K-2 の操縦する、u ウィングで辛くも脱出するが、両足が義足ゆえ走れない層はジンに、銀河の未来を託し、崩壊するアジトと運命を共にする。ボーディからの情報で、ゲーレーンが惑星イードの研究施設にいることを突き止めた。一同は、彼を保護するべく、現地に向かうが、キャシアンは秘密裏に、彼の暗殺を命じられていた。 同じ頃、クリニックもデススターの指揮官である、ターキン総督からの命を受け機密漏洩の主を捜索するためイードの研究所を訪れていた。クリニックは研究員らを呼びつけ、デススターの機密を漏らした者が名乗り出なければ全員、射殺すると脅迫したためゲイレンが名乗り出るも、クリニックは躊躇せずですトルーパーに、ゲイレン以外の研究員を皆殺しにさせ、自らゲイレンの顔を一発殴る。 その一部始終を見ていたキャシアンは、クレニックとゲーレンが接触する隙を狙って、狙撃を試みるが引き金を引くことをためらう。折り悪く、キャシアンから送られていた情報をもとに反乱軍が派遣した攻撃隊が帝国軍への攻撃を開始する。X ウィングの爆撃に巻き込まれたゲーレンは、致命傷を負い、駆けつけた陣の腕の中で生きたえる。クレニックは、イールを脱出した後、 惑星ムスタファーで傷を癒していたダース・ベーダーの城塞に呼びつけられていた。ベーダーは、ジェダの一件がすでに帝国元老院に対し事故として報告されており、ゲイレーレンがデススターに施した致命的な弱点に対する懸念を口にした。保身を図るクリニックに対し、ベーダーは、ホースグリップによる恫喝を加え、任務の完遂を命じる。その一方、 帝国軍の貨物シャトルをダッシュしてヤビン第4、衛星に仲間たちと帰還したジンはデススターの脅威を報告し、惑星スカリフへの攻撃を反乱軍の評議会に進言するが、降伏を主張する者やジンやボーディの出自から情報の真偽を疑う者が異議を唱えたため、モスマ議員は評議会の承認が得られないと実行できないという理由で申請を却下せざるを得なくなる。 家族を苦しめた帝国軍に一死報いたい人に対し、ゲーレンに恩のあるボーディー、故郷、ジェダを焼かれたチアルートとベーズ、そしてキャシアンと K-2 をはじめとする特殊部隊の面々ンンが協力を申し出る。無断で帝国軍の貨物シャトルに乗り込み、出撃しようとする彼らに対して、関西党はコールサインを問いかけ、 ボーディはとっさに反乱者たちで構成された地震たちを、指して、ローグワンと名乗る。惑星スカリフに着陸した、ローグワンの戦士たちは、下デルタワー内のデータ保管庫への侵入を試みる、ジン、キャシアン、K-2 のチームと、侵入を支援する、陽動作戦のチームに分かれて、行動を開始する。惑星スカリフでの戦闘行為を把握した、ヤビン第4衛星では、 ラダス帝徳率いる反乱軍艦隊が、評議会の決定を無視して、独断で出撃し、ヤビン第四衛星の反乱軍基地に残っていた、攻撃隊モスカリフへの出撃を迫られる。クローン戦争以来の大規模な戦争が避けられないと、悟ったベイルオガナ議員は、旧友のオビ帯ン家のオビに助けを求めるべく、特使を送り出し、自身は惑星、オルデランへと出発する。 K-2 は惑星全体を覆うエネルギーシールドを破壊しなければ、データサイズの大きい設計図を反乱軍艦隊に送信することは不可能だと知り、キャシアンはボーディに帝国軍の通信システムを乗っ取って反乱軍艦隊にこの事実を報告するよう命じる。ベーダーとの面会後、さらなるゲーレンに関する記録の調査のために惑星スカリフを訪れていたクリニックは、 自身のデストルーパーをも戦線に投入し、自らはわずか2名のデストルーパーを率いて、タワー内への侵入者を追う。数で劣るローグワンと反乱軍艦隊は、次第に追い詰められていく。ストームトルーパーと戦った、K、K-2 は彼らに破壊され、キャシアンモクレニックに撃たれ、戦線を離脱。通信システムをめぐる一連の戦闘で、通信ケーブルを繋いだ、ボーディー。 起動スイッチを押した、チアルート、陽動作戦のチームを守って戦った、ベーズらも、相次いで死亡する。彼らの犠牲によってもたらされた情報をもとに、反乱軍艦隊は、シールドゲートへの強行を開始し、ついに破壊に成功する。タワーの屋上の送信アンテナの近くにたどり着いた、ジンは、設計図のデータを送信しようとするが、手勢を失いながらも単身追撃してきたクリニックに、 追い詰められる。しかしかろうじて追いついたキャシアンの銃撃でクリニックは倒れ、ジントキャシアンはデータを送信した後タワーから退避する。だがその頃、デススターが惑星スカリフの軌道上に接近していた。ターキン総督はシングルリアクターのスーパーレーザーをタワー周辺に打ち込むよう命令する。スーパーレーザー砲の直撃を浴びたタワーはクリニックを巻き込んで壊滅し、 ジンとキャシアンもまた自分たちがデススターの設計図という希望を残したことを確信しつつ爆風に飲み込まれる。設計図のデータを受信し離脱を図る反乱軍艦隊の前にはベーダーのスターデストロイヤーデバステーターが立ちはだかる。自らセンチネル級ランディングクラフトで反乱軍機関に殴り込みライトセーバーとフォースを縦横無尽に操る彼の間の手を逃れた。 設計図のデータが入ったディスクは、反乱軍兵士たちの手から手へと渡され、偶然、ラダス艦隊の機関に設限されていた、タンティブ砲に移される。タンティブ砲の船内で最後に設計図のデータが入ったディスクを手渡されたのは、ベール議員の娘である、反乱軍の特使レアオガナ姫であった。多くの犠牲を落として、手に入れた。 このディスクこそが希望ですと語るレアを乗せ、タンティブフォーはハイパースペースへとジャンプした。カッコ内は日本語吹き替えジャパンプレミアに出席する、ディエゴルナ、フェリシティ・ジョーンズ、ギャレス・エドワーズ2013年2月、ウォルト・ディズニー・カンパニーの CEO であるボブ・アイガーは、それぞれローレンス・カスランとサイモン・キンバーグが脚本を執筆した2つの単発映画企画の存在を明かした。 2月6日、エンターテインメントウィークリーは、ルーカスフィルムが、ハンソロとボバフヘッドをフィーチャーした2つの映画に、取り組んでいることを報じた。ディズニー CFO の J ラズロはこの単発映画が、オリジンストーリーであると説明した。キャスリーン・ケネディによると、単発映画は、新三部作とは、クロスオーバーせず、ジョージは、それが、どのように機能するかについて、確信を持っていた。 スターウォーズサーガは彼が想像したカノンだ。今のところエピソード7はそのカノンの中に入る。スピンオフ映画などは彼が作った壮大な世界の中に存在する。キャラクターがサーガエピソードに出入りすることはない。つまり創造的な見地から言うなら、それはジョージがかなり明白にした計画表であると述べた。2014年5月。 ギャレス・エドワーズが1本目の単発映画を監督し、2016年12月16日に公開され、ゲイリー・ウィッタが脚本を書くことが発表された。2014年10月、グリーブ・フレイザーが撮影監督を務めることが発表された。2015年1月、ウィッタは作業を終え、プロジェクトを離れたことが明かされた。公認には、サイモン・キンバーグが浮上したが、月末、 クリス・ワイツと脚本契約を交わしたことが発表された。2015年3月、タイトルの一部がローグワンであることが発表された。さらに同月、アレクサンドル・デス・プラが作曲することが明かされた。2015年4月16日から4月19日にアメリカのカリフォルニア州アナハイムで開催されたスター・ウォーズ・セレブレーション・アナハイムで単発映画は スター・ウォーズ・アンソロジーのレーベルの下で公開されることが発表された。また同時に、本作の時系列は、エピソード3、シスの復讐と、エピソード4、新たなる希望の間であり、エピソード4、新たなる希望に近い時期であることが明かされた。2015年8月の D23 エキスポにて、ディズニーは、タイトルが、ロングワン。 エースターウォーズストーリーに変更されたことを明かした。撮影には 6K デジタルカメラリーアレクサ65に、ウルトラパナビジョン70で用いるパネビジアン APO、パネタアレンジズを装着して行われる。2015年1月、ハリウッドリポーターは、タチアナ・マスラニー、ルーニー・マーラ、フェリシティ・ジョーンズらを含む、多数の女優が主役のテストを受けたことを報じた。 また後に、マーラの姉のケイト・マーラもスクリーンテストを受けた。2015年2月、ジョーンズへの最終交渉が行われ、アーロン・ポールとエドガー・ラミレスが男性主人公の候補となっていることが明かされた。2015年3月、ジョーンズがキャストの一人となったことが発表された。2015年3月25日、デッドラインドット・コムは、ベンメンデルソーンが主演の噂があると語り、 4月23日、ティー・ラッペは、サム・クラフリンが候補に上がり、リズ・アーメットとの出演交渉も行われていることを報じた。2015年5月13日、メンデルソーン、アーメット、ディエゴルナが主要キャストに加わった。2015年6月15日、ホレスト・ウィテカーがさらにキャストに加わった。2015年7月、ベーダーが、 本作に登場するも、ただしメインの悪役にはならないという噂が報じられた。2015年7月27日、ジョナサン・アリスが、ジェベルギン役で、キャストに加わった。そして2015年8月15日には、ジョーンズ、アーメット、ルナと、新たに、ドニー・イエン、シアン・ウェンを加えたメンバーが、一堂に会するスチルが発表され、合わせて、アラン・トュディックと、 マッツ・ミケルセンの参加も公表された。同月末には、すでに個人であるピーター・カッシングが、エピソード4、新たなる希望で演じたターキン総督が、CGI 処理で本作に登場することが報じられた。主要撮影は2015年8月上旬に、ノースロンドンで始まった。ありがとうございます。